ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は年金いつからもらえばいいかについて触れてまいります。老後というものが極めて近い将来に迫ってきた我々世代。一体いつから年金をもらえばいいのでしょう。こればかりは年齢だけではとても判断できません。 早めにもらい始めれば当然額は少なくなってしまいますしその逆に遅くもらい始めればもらえる額は増えるわけです。NHK の調査によると70歳からもらい始めた人の総額が65歳からもらい始めた人の総額を超えるのが81歳11ヶ月。 75歳からもらい始めた人の総額が65歳を超えるのは86歳11ヶ月だそうです寿命が大きな判断材料になろうかと思いますが自分の寿命を分かっている人は誰もいませんそこで皆様に寿命占いをお勧めします20ほどの質問で自分の寿命を予想してもらうことができます ちなみに私の寿命は78歳だったので65歳からもらうことにしました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は年金いつからもらえばいいかについて触れてまいりました。